い、いつか。その美少女は一体誰なんだよ。見るからに私服だし、転校生ってわけではなさそうだが。は？何言ってんだ？友町、バカと呼べばいいですか？わかりました。俺はそんな名前じゃない！いつかちゃんと説明してくれ！おや、いつかくん、その子は？まさか！今ならまだ間に合う。親御さんの元に返してやりなさい。返しても有罪だけどね。悲しい事件だった。ユニットみたいに言わないでくれるかな。しかも若干昭和の匂いがするわ。もっと新しい感じにしてよ。 AMM48 とか。ダメよ、 AMM だとクラスのみんなにミサイル、迎撃ミサイルだと思われてちょっと恥ずかしいわ。AMM、 ミサイル、迎撃ミサイルに間違いないはず。代わりにアルス・マリアに要求がしたい。はい、何ですか？せっかくの仮想世界、もっと私と指導が接近するイベントを発生させてほしい。その方があなたの要求にも近道のはず。それが有用だと判断できた場合、ご協力します。期待している。年齢制限なら外してもらって構わない。参加みたいな。
指導のいない学園生活を観察することにも意味があるかもしれません。どちらでもですか。そうですね。では隣に向かうことにします。シド、聖眼、シド、気づいてください。妖精、シド、来てください。アルスが。了承、お待ちしています。うん、うん、寝てない寝てないぞ。今のはちょっと目を閉じてただけで。そういうことなら任せておけ。重木指導よ、ようやく来たか。現状を知りたいならば聞くより見た方が早い。すみません、オカミネ先生、聞きたいことがあるのですが。ざわ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 。はーい、なんですか、アルスさん。先ほどの箇所ですが、間違いがあるのではないでしょうか。またですか。それは教科書のせいで。皇帝、
ことです。なんとかする方法はないでしょうか。間違いを指摘するものもあると聞いて実践したのですが、なかなか反応を得られませんでした。仕方ありませんね。ダーリンの頼みだから聞いちゃいます。でも私自身は別に勉強とか無理にしなくてもいいかなって思いますけどね。私はどうすればいいんでしょう。
方ないですね。ただしダーリンが直々に勉強を見てくれるなら少しくらいは頑張りますよ。あとはご褒美のチューンをお願いしますね。もうダーリンは恥ずかしがり屋さんなんですから。シド、少し気になることができました。しばらく教室を離れます。戻らなくていいんですか？授業始まっちゃいますよ。